今のままじゃ時の魔人のところに行って。あれ、これあげる。魔法の鍵？中に入ってた。え、そのお菓子の袋の中。うん、まあいいか。そうだ、ヤスミンカもたまには探索に。どうして？運動の後のご飯はいつもより美味しいよ。
源氏先生、時の魔人って知ってます？ヤブカラボイランジャー。博識なルーキッチ先生なら何？時の魔人何か知ってるんですか？知らん。は？わしが知らんということは、その時の魔人とやらも。じゃが、もし魔人と関わるなら。え？魔人というくらい叶えてくれるなら叶えるかも。内緒？お主き鏡さん元気？校長先生、なんか嬉しいことでも。わかる？通販でいい長靴を見つけてね。はあ、早く届かないかしら。受注生産だから待ち遠しいです。時の魔人、それって迷宮監獄知ってるんですか？時を操る力を持つ魔人ね。その禁断の力をもと、その時の魔人に認められる。さあ、そこ。え？私も注文した長靴が早くて。な、それなら。アーシュラ先生。アーシュラ。時の魔人？はい、時の魔人について。そうね、時の魔人ならクロノスの書が一番。ちょっと夏休みの自由研究で。自由研究で時の魔人をテーマにするなんて、魔法朝顔の観察日記。書だってはだから時の魔人について詳しく書か。クロリス、クロノ。あ、そう、それ確かクロノス。何か分かった？少しお待ち。時の魔人は時のタリスマンを持つ者の言葉に耳を貸す。時のタリスマン？お守りのことです。じゃあ
それがあれば今度こそ当たっ…それはわかりませんが、とにかくその時のタリスマンを作り方も載っていますが、もったいつけない。必要な材料はミノタウロスの角、スクリーマーコア、ウィッチリップの材料さえすれば私でも作れますが。大丈夫、なんとかなる。必要があれば私も協力します。まさかダイアナと私が決め…いえ、私に任せて。すぐに。あ、私が持ってるわけないでしょ。そうなの？あれには浄化作用があるからね。毒の成分を。なるほど。誰か持ってそうな人に。そうね。ああ、そういえばほうきのりが滑り止めに。ほうきのりといえばアマンダか。最近は使ってないからな。昔、それよりお前は魔法片栗粉を使う前にまずはまともに。はあ、そういえばパイシーズ。え、本当ですか？ああ、確か水の浄化に使っていると聞いたことがあるような気がする。
分けても魚トイックの夏期講習の申し込み用紙を受け取ってきてほしいと。わかりました。Thank you.
れでウィッチリップの花が。990点を。先生に頼まれずるい。私もパイシーズ先生に頼む。は？私パイシーズ先生と話しするため。もしかしてパイシーズ、うん、パイシーズ先生。え、いや、ああ、そうだった、うん、パイシーズ先生による。図書室の幽霊を見たということですか？うん、昨日の夜にね。どんな姿でした？暗くてよく…はは。キャサリン、今日の予定は？もちろんや。とりあえず…私は…また…それ…
報酬に、うん、え、メカマニアの愛、時のタリスマンの財、確かに受け取りました。できた。これが時のタリスマンです。これで強制的にホロロゲームの間に、おそらくはし、よし、こん、そうなればいい。みんなをホロロゲームの間に集めよう。
最高。おったかいら、おったかいら。動け。最高。何くそ。最高。動け。何くそ。これでも食らえ！これでも食らえ！お願い！
これでも食らえ。これでも食らえ。クロスジャパン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 。クロ
この手腕なら。我に挑みし資格ある者よ、かりそめと。え、これってと。落ち着きなさい。願いを言えって言ったよね。願いを叶えてくれるっつうんだから。さ、世界最強の特技なんかは。スーシー、何を言うつもり。お願い、時間の流れを正常に戻してほしいの。たやすいことだ。ただしその代償に。ダイアナまでいる。そんなわけないだろ。そう、うん、私はいいからいいから、せっかくだから手伝う。私は元からそのつもり。ああ、なんだか忘れているような。ほら、ダイアナも手伝う。魔法の鍵が校内に散らばったみたいだけど、全部。なあ、また探索。どうしてそんなに行きたいの？だって退屈し。アマンダ、分かってるの？このままじゃ最高じゃねえか。あこそ、そりゃ少しは。まあどうにかなるか。適当なこと言って。
で何か見つかっ…あ、アッコ…ロッテ、何か分かったの？時間に関わる魔法道具について調べてたんだけど、魔時計っていう伝説の時計があるらしいの。魔時計？魔力で時を刻む時計みたい。時を戻す…え、すごい！夏休みが始まる前の終業式の日まで時間を戻すことができたら万事解決だね。え、でもそういう魔道具が…うん、きっとそれが開かずの扉。よし、そうと決まれば。とりあえず魔法の鍵を探してみようかな。とはいえ、魔法の鍵ってどこにあるのかな。とりあえずみんなに話を聞いてみよう。地面から生える手の話は？何？あれでしょ？そうなんだけど。ね、その話は、アッコ、驚かせないで。ごめんごめん。それより、その昨日、報道部がルーナノバ七不思議の妨害を食って。でもあれって、ただの噂を面白おかしく記事にした。それがさ、嘘だ。誰が言ってたの？私も話を…ここに足首を掴まれてから。え、消えちゃったの？あ、じゃあ足首…うん、私
が読んだ あのライン。1時間くらいで消えたって言ってたもん。なんだ、スーシーは気にならない？興味ないね。まあ植物園に入れないか。そんなに入りたいならそのトロールの用務員を魔法。魔法か。そういえば、へえ、なんなら意識がぶった。遠慮しとく。あ、そうそう、あげる。魔法の鍵？キノコ探してる途中で拾っただけだよ。魔法植物園に入れる。
ら、カガリさん。校長先生、空中に浮かぶ魔法ってありませんか？ほうきに乗ればいいじゃないの。それができれば苦労してません。そういえば、カガリさんはほうきに乗るのが苦手でした。そうね、それなら。え？浮くっていうより、空中を歩く感じだけど。教えてください。ダメか。あらあら、練習。魔法薬を使えば。魔法を使えば。そっか、夜は食。Thank you.
オールリルラーラ。よし、今のうちに。浮遊魔法を使えば地面から生える手も怖くない。もしかしてこのみんなをホロロギウムの真似本当に地面から手が生えてたのか。本当だ。手に入れた鍵は、七不思議と呼ばれる現象が発生。偶然じゃないって。少なくとも無関係。とにかくこの鍵。珍しい宝石とか手に入らないかな。よし、頑張って探すぞ。これでも食らえ。そ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 れでもソルアーレ。これでも食らえ。
これでも食らえこれでも食らえ一人取るえいやとりゃえいやとりゃえいやえいやえいやとりゃえいえいやとりゃ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 えいやとりこれでも食らえ！
それでも食らえ。
最高。このでっかい砂時計が秘宝。わかんないけど、これがロッテの言ってた魔時計だよね。コンスタンツェ、どう？動きそう？ダメか。あら、このマークは太陽と雪でしょうか。どれ？あー、このくぼんでる。時計を動かす方法。ロテ、何かわかった？うん、少しだけ。何何？多分、魔時計が動かないのは魔力が足りていないせいだと思う。でも、ルーナノバ内なら新月の塔の魔導石があるじゃない。私たちが魔法を使う分にはそれで足りるけど、魔時計を動かすには足りないんだと思う。それじゃあ、魔時計用の魔晶石を用意すればいいの？でも、私たちの杖や箒についてるような魔晶石じゃ非強力な魔晶石か。先生、ちょうどよかった。何ですか、カガリさん。出力の大きい魔晶石はありませんか？出力の大きな魔晶石？はい、杖とか箒についてるのはすぐバッテリー切れを起こしちゃうから。一体何に使うのですか？それはどうせろくな理由ではないのでしょうが。何でしょう、そんな。そもそも財政難のルーナノバに余分な魔晶石などないのです。
イアナ、ちょっと聞きたいことがある。というわけで、窓系用の窓ね、ダイアナなら個人そのようなものは持っておりません。さすがにダイアナでも持ってないか。魔晶石ではありません。あ、これ魔法の鍵。ええ、先ほどカフェテリアで拾ったもの。そうだ、ダイアナもたまには探索してみれば。え、たまには気分転換した方がいいって。ねえアイリーン、私でよければ力になります。私だってやるときはやるんだから。そこです、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 クロスジャワーノットオーペオーデンプレカールシャイニーどなら。はっ、やっ、これで。あっ、あっ、これでも食らえ。これでも食らえ。これでも食らえない。それそこで、これでも食らえ。そこで、そこで、そこで、それよ、それ、ケルカレグ大シャーレ、これでも食らえ。クロスジャック、このデュードならノットオープン、オーデンプレタール、シャイニーアレキューこれでも食らえ。いや、うわあいた、いや、それ、いや、いや、いや、それ、いや、いや、これでも食らえ。これでも食らえ。ケルダンセルトル、これでも食らえ。ケルディナペリア、この程度なら。あいたたたたた。最高。ケルティナ最高の程度。ケルダル最高。これでも食らえ。これでも食らえ。マモゼルティナペリアーラ、ケルカレグ大シャーレ、ケルダル最強、ケルティナペリアーレ、これでも食らえ。ペリアーレ、
そういえば忘れていたのですが。なになに、もしかして強力な魔晶石も落ちてたりした？そんなわけないでしょ。いや、ただ気になる話ってどんな話？私に聞くより。Thank you.